シリコンウェーハー、シリコンウェーハー、またはシリコンウェーハーは高純度なケイ素、シリコンのウェーハーである。シリコンウェーハーはケイ素のインゴットを厚さ 1mm 程度に切断して作られる。シリコンウェーハーは集積回路 IC、または LSI の製造に最も多く使用される。このウェーハーにアクセプターやドナーとなる不純物導入や絶縁膜形成、 配線形成をすることにより、半導体素子を形成することができる。ウェハー1枚あたりに取れるチップの数が多ければ、低コスト化につながるため、インゴットの直径は代行経過が進んでいる。MOS デバイス用には 150mm、6インチ、200mm、8インチ、300mm、12インチのものが一般的に使用される。 ダイオード等のチップサイズの小さなものには未だに 100mm4 インチ、125mm5 インチのものも使われている。基本的にチップサイズの大きな MPU や大量に生産してコストを低減する必要のあるメモリ、D-RAM やフラッシュメモリには大口径の A 波が使用され、300mm 下の進展も著しい。 また近年は 450mm のシリコンウェーハーを開発する動きがあり、半導体メーカー数社によるコンソーシアム G450C も作られている。また一方で 450mm 化してもその開発コストを回収できるのか懸念する動きも見られる。半導体デバイス用シリコンウェーハーとしては表面加工したパリッシュとウェーハー PW が使われるが、 その内容を細かく見ると、PW の中でも、結晶欠陥 COP、クリスタルリジェネタドパーティコルの密度によっていくつかの水準に分けられるほか、エピタキシャルウェハ、エピウェハ、アニールウェハ、アニールウェハ派などいくつかのバリエーションがあり、コスト、特性を勘案して、デバイス製造に用いられている。ここでは、シリコンウェハの一般的な製造工程を記す。 現在のシリコンウェイ派の大部分はシリーズ法によって製造されているためシリーズ法の大まかなプロセスを示す。ノルウェーやブラジルで産出した純度の比較的高い石形を還元して純度98%程度の金属シリコンを作る。これを粉砕して塩素ガス、ついで水素ガスと反応させてモノシラン、サイアトリクロロシラン、シーチェシエルを作る。この過程で 金属製の不純物は、アルクルやファクルのような塩化物として蒸発させ、トリクロロシランと分離することで、金属製の不純物を 1PBA、パーツパービリオンアトミック以下まで取り除く。トリクロロシランは高純度の水素と CVD 装置中に導入することで単体のシリコンを積出させ、高純度の竹晶シリコンロットを得る。高純度竹潮シリコンロットは砕いて、 粗い粒状とし、一度洗浄した後、チョクラルスキーポー、ザクロルスキーポー、シーズ砲、またはフローティングゾーン砲、フローティングゾーン砲、FZ 砲によって単結晶のインボットが作成される。材料となる粗く砕かれた高純度多結晶シリコンは石英のルツボに詰められる。この段階で最終的な半導体の特性を決める微量の導電型不純物である。 P 型なら酵素、B を N 型ならリン、P やアンチモン、SB を加えておく。セキエール壺は不活性ガスで満たされた、炉内に収められると、周囲からカーボンヒーターで加熱されて、多血シリコンはやがて溶融する。溶けたシリコン液層表面の温度は、溶解温度となるように厳密に管理され、その表面中心に、ピアノ線で吊るされた主結晶を接触させた後、 ゆっくりと回転させながら引き上げていく。種結晶が接触した株ではわずかに冷やされたシリコンが固体となって積出し主結晶の結晶配列を引き継いで溶解シリコン表面との間に成長ていく。溶解シリコンから引き上げて成長させる過程で引き上げ速度を少し上げたり溶解シリコンの温度を少し上げると結晶系が減少し、その逆は結晶系が拡大する。 種結晶はそれまでに作ったシリコン単結晶の残余であるが内部に原子配列の転移が含まれている可能性があるため下に成長してゆくシリコンへこの乱れが引き継がれないように種掘り、ネッキングと呼ばれる意図的に3、5ミリメートル程度まで細くした部分を作る。この種絞りによって結晶に転移が存在していても熱拡散によって転移が髪型に移動するので 無手にとな。また、結晶欠陥は、転移が表面に移動することで、結晶界面のエネルギーを減じることも欠陥が排除されることになる。試し彫り後は、ルツボの温度を下げて溶解シリコンを過冷却状態にいる。望む光景のインゴットとなるように、妖怪シリコンの温度、引き上げ速度、回転数を調整しながら、ゆっくりと回転させて引き上げていく。 2000年代後半現在最新の直径3 0 0、mm、トルインゴットは重さ3 5 0ラムにもなる。赤衛星ルツボの表面から溶解シリコン中に酸素が混入するが多くが塩として溶解シリコン表面からガスとなって蒸発しろ壁などに付着して微粒子となる。この微粒子が再び溶解シリコン表面に落下して結晶内に取り込まれると転移結晶となるため 炉の上部からアルゴンガスを導入して真空ポンプで吸引し塩ガスを排除することでこの影を小さくする。また、炉壁から対流によって直接結晶中に取り込まれる酸素を少なくするために超電動電磁石による製磁場を炉内に引火して溶解シリコン内の対流を抑制する MCZ 法マグネチック CZ 法が使われる。また、溶解シリコンから出た シオマスが炉内のヒーターとして使われるグラファイトと反応して c o や CEO が発生している。これを放置すると誘拐シリコンに溶け込み結晶中に取り込まれて炭素濃度を高めることになるのでこのためにもアルゴンガスで排気されている。変積係数が1より小さい炭素0.07や窒素7 1ホウ素0.8、輪0.35といった 不純物の濃度は結晶の成長に従って石炎、ルツボ中の誘拐シリコン液の減少により徐々に濃くるため結晶成長初期より周期の方が結晶中に取り込まれる不純物の濃度は高くなる。変積係数が1より大きい不純物はこの逆の効果が起きる。酸素の変積係数が1より大きいか小さいかは結論が出ていない。 同パントとしてリンより頬素が選ばれるのは、変積による偏りが、比較的、小さいためである。CZ 法は大口径の単結晶が作りやすく、2000年代現在では、量産半導体で使用される、100型くらいの大口径ウェファン用の単結晶インゴットは、すべてこの方法により作られている。例外として、結晶の成長方向に沿って、 抵抗率の変化が大きいという問題により、パワーデバイスにはあまり用いられない。多結晶シリコンのインゴットを部分的に溶融しながら、単結晶化を行う方法で、ゾーンメルト法の一種。結晶の成長方向の不人物分布が一定であり、また、酸素濃度が非常に少ないという利点があるが、結晶の半径方向の抵抗率分布に、ばらつきがあるため、中性死傷者により、 抵抗率の均一化が図られる。インゴットの両端部、トップとテールを切断し外周を検索して、長いものは適切な長さで切断され、所定の直径を持った長さ 30cm、5 0トルの円柱状のブロックを作る。X 線方位測定によって結晶方位を測定し、後の工程で方位がわかるように所定の位置に、オリエンテーションフラット、 オリエンテーションフラットオブまたはノッチを刻み込む。ブロックをカーボン台に接着してから、ダイシング層、ワイヤー層、または内周陣、ブレード、ID 層でウエハー状に切り出す。直径 300mm のブロックは通常、マルチワイヤー層によって一度に最大200枚の切断が行われる。シリコンは硬くてもろく、ウエハーの断面が スライシング時の鋭利なままでは続く処理工程での搬送や位置合わせなどの取り扱い動機に容易に割れたり欠けたりして断片がウェハー表面を傷つけたり汚染したりするこれを防ぐためベベリング工程では切り出されたウェハーの断面をダイヤモンドでコートされた面取りと石で面取りするラッピング工程の後に行われることもあるこの時 バラつきのある外周の直径を合わせ、オリエンテーションフラット、オブの幅の長さを合わせることや、ノッチと呼ばれる微小な切り欠きの寸法を合わせることも含まれる。ベベリング工程で使用される装置は、ベベリングマシンと言われ、日本メーカーの東製エンジニアリングの装置が、特に 300mm、シリコンウェハーの市場で多くのシェアを占めている。ラッピング工程では、 芋の製の上下2枚の定番管に、ウエハーとステンレス製キャリアを挟み込み、そこにアルミ中、シリコンカーバイドの塗流を含んだ、ラップ液を流し込みながらすり合わせて、スライシング工程で時にできた表面の凹凸を除去しながら、厚さ揃え、また表裏面の平行度も高める。キャリアは、求めるウエハー厚よりやや薄い。 外周にギアを持つドーナツ状のステンレス板であり、ギアによって周囲から回転が与えられ、ドーナツ内に収まったウエハーに回転運動を捨てる。エッチング工程ではそれまでに残ったウエハー表面の微細な凹凸を化学研磨によって、さらに平滑にする。不死産、HF と硝酸、の純水化酢酸、着で薄めた酸性エッチン液を使うものと、水酸化カリウム、 高度水酸化ナトリウム、ナオを純水で薄めたアルカリ性、エッチング液を使うものとがある。アルカリ性の方が主体となる。CZ 法や MCZ 法によって、炭結晶を製造すると、石エール壺から溶け込んだ酸素原子が高温状態によって、互いに集合する。CZ 法では、酸素原子が10個、センチメートルほども溶け込む。 この酸素原子の塊は電子を放出するドナーとなることで局所的に電子の通過を阻害し電気的には抵抗となる。これによりドーパントで制御された抵抗値からずれるためこのドナーとなった酸素原子を分散させるための熱処理がドナーキラーニーリング加工である。この工程ではウエハーを不活性ガス中で600、摂取700度に短時間加熱する。この処理は 加工応力の緩和や結晶欠陥の低減等も兼ねる。ベベリング工程による機械的な研磨だけではウエハー端部のベベル面がまだ荒く、プロセスルールの微細化やウエハーの大口径化によって端部がジグ等との接触で生じるわずかなゴミの発も見逃せなくなっている。エッジポリッシュ工程ではウエハーの端部、エッジを機械的科学的研磨、CMP によって 鏡のように滑らかにする。ポリッシング工程では最終的なプロセス加工面を作るために 200mm ウェハーまでは多くが片面のみに対して機械的科学的研磨 CMP によって極めて平滑な鏡面状態とする。300mm ウェハーからは国際標準で片面だけでなく裏面も表面の80100%程度の精度にまで 平滑な表面状態となるように研磨して、表面への平滑度の影響を最小にしている。例えば、100ナノメートルのプロセスルールでは、ステッパによる露光に精度が求められるために、100ナノメートル以下のローカルサイト平坦度が求められる。この研磨工程ではウェハーを回転する円盤状の大きな研磨テーブルに何枚か並べて、接着し、これらのウェハーの上面を、 小さめの回転円盤である、研磨定番に付けられた研磨クロスで上から回す,する。同時にコロイダルシリカが含まれるアルカリ性研磨液を、これらの間に流動するように流し込み、機械的研磨と化学的研磨を同時に行う。主にポリッシング工程によって、表面でも使用できない断面除外領域、エッジエクスクルーシブエリア、EEA、e e、と呼ばれる。 外周端近く 2mm 程度のドーナッツ状の領域が生まれる。これは、研磨が外周部でより進む、結果、再外周で数百マイクロメートル程度まで角に研磨されこの領域が傾斜を持って薄くなるためである。この EEA の内側が、負荷、フィックストクオリティエリアと呼ばれる仕様が可能な領域である。より表面血管密度の低い高品質のウエハーを、 求める要求に応じて、さらに加工が行われ、エピタキシャルウェハー、エピタザイルウェーハーと、アニールウェハー、アニルドウェイファー、そして特殊な要求に応じたものとして、SOI ウェハー、セミコンダクターオンインスレーターウェーハー、シリコンオンインスレーターウェーハーが作られる。これらの加工を行わないものは、ポリッシュドウェハー、パリッシュドウェーハー、PW と呼ばれる。エピタキシャルウェハーは、 シリコン単結晶層を基層成長で数マイクロメートル堆積したものである。この過程でボロンを10センチメートル程度添加する P、ウェハーがある。アニールウェハーはアルゴン雰囲気中で1150,200度程度に加熱して表面近くの酸素を追い出す。窒素を加えるアニールもある。洗浄工程ではこれまでの工程でウェハーについた汚れを洗浄する。RCA 社。 ラジオオブコーポレーションオブアメリカコーで開発された RCA 洗浄法という科学的洗浄法を基本にしていい。RCA 洗浄法では次の2段階の洗浄を行う。SC1 で有機物汚染を除き、SC2 でアルカリイオンや AL や FE といった非イオンの除去を行う。結晶特性と外観を検査した後、梱包されて出荷される。 結晶特性の検査には、結晶方位、導電型、抵抗率、結晶血管、炭素と酸素の濃度があり、外観の検査では、ソリ、平坦度、汚れ、傷が検査される。梱包のケースは、従来多種類だったウエハーの格納ジャーが、フップ、フロントオープニングユニファイドポットという国際規格の制定後は、共通のウエハー用格納ポットで扱えるようになっている。 シリコンウェイ派の大手ベンダーには日系メーカーが多く、全体に占める日系のシェアは60%を超える。採用手は、新越半導体。2番手は、サムコである。以下、マムシー、ベイ、シルトローニック、フツ、クアーズテック日曜日、LG シルトローン、カンなどが大手で、それ以外にも、比較的小規模なメーカー、再生ウェイ派専門、SOI ウェイ派専門など、 特徴を持ったメーカーがある。スイテック、フッツは次世代デバイス用、高速、低消費電力を狙った MPU などに使われる、白膜 s o i ウェ h a では代表的なメーカーである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。